e フットボールスタジアムで行われる本日のゲームです。天候の確認です。現地の天気は晴れていますね。両陣営好条件の中今日のゲームを迎えています。このゲームの解説はおなじみ元日本代表ミッドフィルダー北澤豪さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まず前半見ていきましょう。日本対インテル、サイドを紹介します。右のエンドを守るのはインテル、左側が日本となります。このボールは酒井へ、チャンスになる、シュート、古橋この試合最初のシュートを打ちました。安打、ここはカットします。スルーパスを狙う、ここからですね。空いてますからね、縦行きたいところですよね。アルナウトビッチ、これは来た、早川のセーブ、素晴らしい反応でした。キーパーファインセーブでしたね。よく止めましたよね。日本なんとか今のシーンしのぎましたね。こんなチームが相手の時は攻めている時こそ危険なエリアをケアすることが必要ですよね。ただ攻撃をやりきってしまうクオリティはさらに求められるでしょうね。香川かわした、マッチアップのシーン、このボールは酒井へ、いい展開ですね。上げてくるマルディーニ、危ないシーンでしたがここはクリアの対応。これはクリア、初瀬から古橋、クライファート、さあカウンタースピードを上げたいところ、厳しくチェックします。抜ければチャンス、さあどうだ、柔らかいボール、スピードアップしたいですよ。ここは右サイド上がっていく、通るのか、このパスいいボールだ。アルナウトビッチ、クロスを上げる、シュート、いやこれはクロスバーのわずかに上、思い切って狙ったんですけどもね、ちょっと枠に行きませんでしたね。大崎リバウド、奪いに行きます。来た、これは組み立てながら攻め上がっていく、これは合いません。この辺は人に対して厳しく言ってますよね。あるなしです。さあカウンターのチャンスになります。香川、さあ前半中盤に差し掛かる時間帯、スコアは0対0です。素早いパスで攻め上がっていきます。ビエラから左へ、インターセプトを狙う、スナイデルから左サイド、リバウドからのパスはディフェンスが対応、ここはつながりません。アルナウトビッチ、ここは笛が鳴ります。クイックできました。とどうしたんでしょう、一個も引かないですね。ベレッチに渡る、どうだ、インターセプト、香川、日本としてはとにかくゴールまでボールを運ばないことにはゴールにならないですからね。ウパメカノ、ビエラから右へ、さあカウンターだ、これは合いません。田川、裏のスペースを狙う、ここからカウンター早いでしょ。日本カウンターを仕掛けます。さあ古橋と呼んでいた、ビルロ、さあ繋がるか、さあアルナウトビッチ、チャンス、ここはシュート、ゴール、インテル、日本相手に先制点をもぎ取ります。
これは見事なカウンターが決まりました。北澤さん、どうご覧になりますか？得意なカウンターが決まりましたよね。やっぱり普段から選手同士でイメージの共有ができてるんでしょうね。見事な展開でしたよね。さあインテル先制ゴールを決めました。1対0。これでペースを作りやすくなりましたよね、はい、ただ相手も先制されたことでアグレッシブに来ると思うので落ち着いた対応は必要になりますよね。ハッチセ、このボールに触ります。これはなかなかこじ開けられない。スナイデルからクライファート、ベレッツ、これはチャンスだ。ハンダから柔らかいパス、カウンターですよ。香川へ、香川から古橋、中心ファウルを取りました。たまらず行ってしまいましたね。これは大事にしたいフリーキック。いやー見どころですよね。ここはおっと素晴らしいシュートだったんですが、ここで笛。前半から得点が動いています。北澤さん、前半について何かコメントをいただけますか？インテルとしてはしっかり守ってからの速い攻撃っていうのがうまくはまりましたよね。日本対インテル、インテルが1対0とリードして折り返します。Just a quick announcement. We would like to inform you that CCTV is now in operation for your safety. Pohan です。インテル 1-0 リードです。スナイデル。スナイデルからアルナウトビッチ。中に入れる。コーナーキック、ボールを相手にディフレクトしゴールラインを割りました。インテルは2本目のコーナーキック、日本はここまで1本。サカ、久保、旗手、裏を狙う。インテルカウンターを仕掛けていきます。ここも固い守りでボールを奪います。ここはつながりません。香川、さあここでカウンター。ここはクロス、守備陣クリアの対応です。大きく前線へ、犬飼、初生、さあ左サイドへスルーパス、いいと入りますよ。スピードがつきますよ。これはオフサイドです。インテルはこのセカンドハーフの序盤を1点差でリードする展開になっています。この後はどうご覧になりますか？そうですね、早い段階から決めていけたら最高ですよね。こういったケースでは次の1点の意味が非常に重要になってきますからね。この時間の 1-0 は非常にシビアですからね。裏へのスルーパス、久保から古橋、ピルロ、ここは読んでいました。奪われると危険な位置、いいぞ、ポジション切り替え。スナイデルからクライファート、トゥーリオ、いい守備で奪う。これはファールを取られました。おっと早いリスタート、折り返す、さあクライファート、どうだ、ヘッドだ、いい反応、アルナウトビッチ、
田川、さあカウンターを仕掛けます。インテルとしては中盤はほとんどスペースを与えないっていう意図が見えますよね。ボールアプローチに気持ちが入ってますからね。日本としては先ほどからもう前線に選手が残ってますよね、はい、守備の数的不利なリスクを背負ってでも点を取りたいんですよね。そうですね、カウンターに対するレスポンスは早いですよね。早いですよね。また相手ディフェンダーを低い位置に残せるメリットがありますからね、はい、ディフェンスこれを読んでいた。ここは大きくクリアの対応。もう一度香川、日本としては今の形良かったですよね。これを繰り返せば決定機につながる。シュートー、こぼれたところを仕込む。うわ、さあ一気にカウンター。ビルド、さあここから持っていく。このパスが抜ける。さあアルナウトビッチ、どうだ、仕掛けるか、シュート、うわ、ディフェンス良かったですよね。攻撃も良かったんですけどうまく止めましたよね。旗手インターセプト、クリア。このピンチをなんとか出します。インテルカウンターを仕掛けます。このボールはスナイデルへ。さあつながるか、さあフリーだ、これは合いません。ベレッジから右サイド、スナイデル、香川、ここはつながりません。右サイドへ振ってスルーパスを出る、アルナウトビッチ、アルナウトビッチからのボール、おっとこれはカウンター行きますね。さあ久保、さあ左へ預けて旗手、シュート、きた、追いついた日本。この時間での同点に追いつきました。この決定機しっかり決めてきました。そうですね、今のはラストパスが良かったですよね。あのタイミングで出されるとディフェンダーとしては一歩対応が遅れてしまいますよね。フィニッシュもキーパーの位置をよく見て落ち着いて決めましたよね。両チームともメンバー交代があるようです。さあ日本、土壇場での同点劇です。最後まで粘っていればね、必ずチャンス。シュート、残り時間少ないですからね。この状況での戦い方どうしますかね。レオンへ、カフー、ウェジョ、このボール奪いに行きます。グティへ、レオン、レオン、いやー決まった。いやー、これなんというゴールだ。いやー、もう言葉がありません。いやー、なんという主審、時計を見ながら長いホイッスル。2対1、インテル、ワンゴールを争う激しいゲーム。